初めてここに来た時、あいつのためにわざわざお供え物を用意してやったのを今でも覚えてるぜ。あの時、あいつに帝君が暗殺されたことを伝えたら、怒ってリーユエコーを鎮圧するとか言い始めたんだよな。最初は付き合いづらい仙人かと思ったけど、全然そういうわけじゃなかった。オイラたちの今の関係ならお供え物なんかなくたって会えるよな。もし何か言われたら、オイラのお菓子袋にまだちょっと美味しいもんが残ってるから、これをあげよう。お？急にぼーっとしてどうしたんだ？どれどれ？おー、綺麗な人だな。あいつも龍雲釈風神君に会いに来たのかな。確かにあいつの雰囲気からして明らかに一般人じゃないぞ。さすがあの白いやつ、人脈が広いんだな。オイラたちの知らない仙人とたくさん知り合いみたいだ。あいつもシン君の友達なら、オイラたちとも友達って言えるよな。挨拶しに行くか。ひひ、頼れるガイドとして旅人のために人脈を広げるのもオイラの務めだぜ。よーく見とけよ。こっちは旅人だ。コホン、はじめまして。オイラたち龍雲釈風神君の友達なんだ。仙人様のことはどうお呼びしたら。お前たち、お前たちは何を言っておるのだ。わらわがわからぬというのか。え、この声は。え、お前あの船長か。なんで人になってるんだよ。ちょっとした変化の術に過ぎない。わらわにとってはたやすいもの。ただ以前はこういうことをする気が起きなかっただけだ。じゃあなんでまた急に姿を変える気になったんだ。それはリーユエコーにいる弟子を何人か訪ねるつもりだからだ。人間の姿に化けておいた方が人目を引かずに済む。お前そんなことを気にするやつだったのか。昔はスパーって屋根の上に降りてたのに。おい、私のはこいつに聞かれたらって言っただろ。ほう、礼儀作法を重んじるとはいい心がけだ。ちょっと少ないけど別にいいよな。わらわは昔から衣食に困っておらぬ。大切なのはその気持ちだ。気持ちが伝われば贈り物の高は重要ではない。余計いたたまれない気持ちになってきたぞ。あ、そうだった。弟子って、カウと神格のことだよな。オイラたちもしばらくあいつらに会ってないし、一緒に行こうぜ。うむ。たとえお前たちが言わなくとも、わらわは誘うつもりだった。わらわの弟子二人も、きっとお前たちとの再会を喜ぶだろう。そういえば、お前たちがわらわのところに来たのは、何が目的だったのだ。ああ、会いたくなったから様子を見に来ただけだ。最初はお前のことについて話を聞こうと思ってたけど、まさか人の姿になってるなんてな。誰だかわからなかったぞ。なるほど。特に用がないのであれば早速出発しよう。カウンはおそらく月海邸にいる。さあ共に会いに行くぞ。よーし、じゃあ一緒にリーウェイ港までレッツゴーだ。
カーンといえば、あの子は一日中仕事で忙しくしておるようだ。毎年奥蔵さんに帰る回数は指で数えるほどしかない。それに最近、新閣は新しい仕事を見つけたようで、わらわに手紙をよこしてきた。しばらくは帰らない、などと書いてあったが。そんな一言で、わらわが納得するとでも思っておるのか。何かごまかしておらぬか、この目でしかと確かめてやらねば。もうすぐ月海亭に着くぞ。カーンが普通の人の姿をしたシン君を見たら、きっとびっくりするよな。カーンとシン閣って人になった船長を見たことあるのかな。あれ、あいつどこ行ったんだ。なんで立ち止まってんだよ。静かに、わらわはここで待っている。お前たちだけで見に行ってこい。え、どうしてだよ。一緒に来たらいいだろ。わらわが大げさに登場したら、あの子はきっと仕事を置いて、あたかも暇そうなふりをし、わらわをもてなしてくれるだろう。それで後で残業して、急いで遅れを取り戻そうとする。わらわはあの子を困らせたくない。ここで遠くから眺めるだけでいいのだ。わらわに代わってお前たちがあの子の近況を聞いてきてくれ。絶対にわらわがリーユエコーに来ていることは言うでないぞ。確かに、それもそうだな。わかった。じゃあオイラたちが挨拶して。リュウシン君。気づかれた。カウン先輩のお知り合いですか。ええ、ごめんなさい。この後の会議を少し延期できませんか。確か今日の予定は結構埋まっていましたが、夜にやればいい仕事もあったはずです。はい、そう手配します。ご安心ください。ええ、頼みました。また会えたな、カウ。そうですね。でもどうしてここに。それにシン君も人の姿で出歩くのは久しく見ていませんでしたが。人違いだ。わらわは龍雲釈風シン君ではない。ただの通りすがりの一般人だ。お、全くごまかせてないぞ。今のは少し試しただけだ。久しくこの姿になっていなかったというのに、一目でわらわのことがわかるとは。シン君のことがわかるのは、当然のことです。それもそうだな。わらわは用事があって、たまたまここを通りかかったのだ。そのついでにお前を一目見に来るのも当然のこと。おいらたち、用事なんかあったっけ。だ、そうそう、おいらたちやらなきゃいけない、とっても大事なことがあるんだ。だからここに長居するわけにはいかなくって。そうでしたか。せっかくお会いできたのに。わらわは様子を見に来ただけ。長話をして邪魔するつもりはない。こたびの雑談はこれくらいにして、またいつかお前が休みの時にでも集まればよい。わかりました。それも悪くありませんね。お前の仕事が忙しいのはわかっている。それでも時にはゆっくり休んだ方がよい。
反戦の身とはいえ過労は体の根幹を蝕む。一人前になったお前の様子を見ると実に感慨深いものだ。お前が小さかった頃は悪夢を見るたび抱っこして寝かしつけ。待ってください、シンくん。まあよい、時間は限られておるし詳しくは話さないでおこう。お前たちも積もる話があるはずだ。わらわは横で聞いていよう。前回お会いしてからまたそんなにたくさんのところへ行ったのですね。もし何かお手伝いが必要な時はぜひ月海亭の私のところまでいらしてください。それとぶしつけながら、人の姿になったのなら今は人としての名前をつけた方がいいのではないでしょうか。人の名前、確かにわらわの名前はよく知られておるし、龍雲を名乗ればすぐにバレてしまうだろう。お前が有名なのは知ってるけどよ、そこまでしなきゃいけないほどなのか。わらわの名声は相当なものだ。お前たちが測れぬのも無理はない。カウンが言った通り別の名を使おう。人前ではわらわのことをカウンと呼ぶといい。カウン？ああ、正妻公録の描写から取ったんですね。時に仙人あり、雲と共に登りて、火と月を連れ暮らさん。地と理に通じ、漫然として束縛なし。故にそれを、感とする。おお、すごそうだな。雲と共にとか、火と月を連れって、すごい仙人にしかできないことだろ。実は、これらの言葉は、まさに龍雲神君を描写したものなんですよ。え？また、お前って、そんなにすごい仙人だったのか？でなければなんだというのだ？まさかお前の目に映るわらわは少し大きいだけの鳥だとでも？そういうわけじゃ。それも無理のないことかと。シン君は過去の功績をあまり語りませんから、一部の典籍の中にしかシン君に関する記述は見つかりません。伝説によれば、遥か昔にリーユエで非常に深刻な干ばつがあったそうです。多くの人が窮地に陥り、日夜祈祷に明け暮れたり故郷を去ったりしたといいます。私はその苦難の時代を経験していないので本の記述を読んだだけですが、それでも当時の心が痛むような絶望は感じ取ることができます。干ばつとともに毒の瘴気も拡散し続け、広大な土地は荒れ果てる寸前となりました。龍雲神君が手を貸してくださったおかげで、その状況も次第に落ち着いたのです。この歴史について本の中ではこう記されています。仙人来たり龍雲方法、仙人来たり釈風堂々、にわかに雲が集いて猛然と雨が降る、干ばつを払い病を遠ざけ民の窮地を救いたり。うわぁ、そんなにすごかったのか。俗世の典籍には往々にして誇張した言葉が綴られておる。わらわはわずかに力を貸したまで。わらわがいなくとも他の仙人が現れたであろう。でもその大規模な干ばつを解決したのは確かにお前なんだろ。お前って本当に雨や風を呼ぶことができるのか？なんだかお前のことを見直したぜ。前に船長って呼んだのはオイラが悪かったな。その、怒ってないよな。笑わせるでない。世を渡り歩く上で名前とはただの記号に過ぎぬ。わらわがそのようなことで本当に怒るわけがなかろう。ふえ、
イラの気分に合わせて呼ぶことにするな。イヒッ。わらわの話はここまでとしよう。関羽、神格のやつから最近連絡は来たか？先日仕事を見つけたと手紙で読んだが、実際どうなのだ？良いところなのか？1ヶ月で稼げるモラは。それから平日の仕事の忙しさは。怪盗祭の間休暇はあるのか？一気にたくさん質問したな。シン君、ご安心ください。神格の仕事は私が紹介したものですから。近頃万民堂の商売が繁盛していて、ウさん一人では手が回らないそうです。ただシャンリンも新しい料理を探しに出かけているらしく、そこで後輩を助っ人として紹介しました。そうか、それは良いことだ。わらわは縁あってあの親子に何度か会ったことがある。シャンリンは聡明で優しく、その父親も忠義に厚く頼れる人物だ。おそらく神格を困らせるようなことはせぬだろう。ちょうど食事の時間になった。ここはわらわ自ら万民堂に行って一目見てこよう。え、でもさっき用事があると。それなら食べてからでも間に合うんだ。お前は仕事に戻るといい。わらわに同行する必要はない。集まる機会はこの先もたくさんあるはずだ。この短い時間にこだわることはない。わかりました。どうかお気をつけて。旅人さん、パイモンさん、またお会いしましょう。うん、またな。どうだ、オイラ、さっきはなかなかうまく合わせられただろ。お前が用事があるって言ったのはカオの仕事を邪魔したくないからだってすぐ察したぜ。口実は作って早めに離れたかったんだよな。口実とまではいかぬ。わらわが今回リーウェコーに来たのは確かに用事があるからだ。え、そうだったのか。今はまだその時ではない。だが後でわかるようになる。おい、さっきの物語を聞いたからなのかな。こいつの振る舞いに不思議な仙人らしさが加わった気がするぞ。